everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。9月8日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz FM ギノワンの電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから急な小屋をお送りいたします。本日は残念ながら滑り王子マスクマンはちょっと台風の後で忙しいのでお休みです。そして、10号の台風が去って、皆さんの地域は大丈夫だったでしょうか。味噌煮込みスキーと、今日マスクマンいないですけども、滑りを期待されてた皆様ごめんなさい、まあ、来週は出てくると思いますけども、せいぜい聞いてあげてください。ダンサーズでございます。はい、今日は2人でお届けします。今週のテーマは写真。今週のテーマは写真です。なんかエコーちょっと少ないけど欲しいですか。いや、いいです、いらないです。はい、はい、いいです、大丈夫です。はい、はいはい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサーさんで真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送を一貫サポート、東海協和、以上各社の提供で、名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。キウナ名古屋。はい、ということで、先週防災のテーマでお送りしたんですけれども、メールが、ありますので、もう一通読まさせていただきます。お三方こんばんは、フルムーン新一です。こんばんは。こんばんは。今日は二人でごめんなさい。テーマ防災、災害時に最も頼りになるのがラジオです。僕の地元読谷村のコミュニティ放送局も台風の時は災害放送に切り替えます。中央の放送局が絶対に取り上げないようなピンポイントな情報が非常にありがたいです。ここにコミュニティ放送局の存在の価値があると思います。ではということです。ありがとうございます。そうですよね、本当にあのコミュニティは、そうそう、でね、 FM 技能案もやってましたよね。やってましたね。はい、ということで、なんか名古屋からね、情報をお届けするっていうのもなんか不思議な感じでしたけどね、はい、先週は本当にそんな感じでね。どうだったんですかね、あれは。ね、はい、ね、うん。ということで、はい、では今週のテーマ、写真ですね。はい、では行きますね。はい。名護島奈さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。台風はもういらない。台風一過の星空がめちゃくちゃ綺麗な夜にウォーキングしてきました。今夜のテーマは写真ですね。私は免許証はある程度からほとんど持ってますよ。返してもらってます。あ、返してもらえるんでしたっけ？で、これちょっと後でお話します。あ、はい。で、免許証めちゃくちゃ本人より良いのです。普通は見せたくないって言いますよね。免許証のお話ですが、昔免許証が大判の頃、大きいサイズですね。自分の入れたい免許証入れに入りきらなくて、
周りを切って入れていたら、検問でこんな人初めて見たと呆られました。呆れられました。免許証の話で思い出しました。ということで、名越真奈さんありがとうございました。あれ、切ったらやっぱりダメなんですよね。そうですね。で、運転免許証確かですね。はい。愛知県は返却してもらえないんですよ。あ、そうなの？回収だったんですね。うん。回収なんですよ。うん。で、沖縄と確か関東だったかなはもう返却してもらってるんですよ。パンチ穴開けられて。そうなの、地域に、県によって違う。愛知県はなぜか回収です。そう、だから、あれと思って持ってないよと思って。はい。はい。では続いて、はい、キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今夜のテーマ写真。写真は好きです。一方、映像も好きですが、写真はその瞬間が映し出されているから好きです。また、人の表情が写っている写真が好きです。男女問わず、老若男女問わず、自然な表情だとなお良いです。特に学生時代の卒業アルバムに趣を感じます。その人の学生時代という人生の限られた瞬間が映し出されているからです。しかも卒業アルバムって男女問わずみんなが笑顔で写ってますよね。当時の同級生全員と友達ではなかったけれど、全員と顔見知りではなかったけれども、卒業アルバムに写っている当時の笑顔の同級生を見ていると、なんか不思議と、今だったらあの当時声をかけられなかった人、男女問わず誰とでも声をかけて友達になれそうな気がします。今夜も喜友名古屋のお三方、他のリスナーさんたちの写真についての考えを聞けるのが楽しみです。ということでいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。卒業写真。ああ、卒業写真。いやー、卒業写真は、俺は見たくないな。笑顔で写ってますかね。なんか真面目な顔で写ってるような印象があるんだけど、最近ちょっと前かな、ちょっと前のからの卒業写真って皆さん笑ってますよね、うん、ああそうだったっけ。あの時はもうそんなのありえなかったありえなかった、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、行きましょうか。あ、はい、お願いします。はい、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。うん、こんばんは。こんばんは。今朝の3時に飼い猫チャメがネズミ2匹家の中に入れましたアレックス。はい、 ありがとうございます。獲物仕留めてきたみたいな。チャメ、チャメってやつですねチャメなんですね、可愛い名前。うちの妹の旦那がカメラマンで写真を撮るのが本当上手です。結婚式、修学旅行、学校行事の写真、アルバム製造をご希望の方はどうぞアレックスまで。伊藤出張も受けたまります。番宣でした。番宣会宣伝でしたね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、パティスリー紳士さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。キユッス。キユッス。さっき、早期を土鍋で煮てて、コンロから動かそうとしたら、土鍋の底がスポーンと抜けて。おう。ってことはどういうこと？こぼれたってこと？いろいろ片付け終わってから気づいたのです。あ、写真撮るの忘れてたと。あら。ああ、そうなんだ。で、結局片付けてたんですよね。こぼれたってことですよね。こぼれちゃった。ああ。さて、今日のテーマ写真。はい、特に意味もなくファインダーを覗いたら想像してなかった景色が広がっていたり、撮ってから10年ぐらい寝かした写真を見返して妙にたまらなくなってきたり、時間と景色を切り取るだけの写真の道具のはずなのに不思議な魅力がありますよね。最近はカメラ付き携帯の普及で写真を撮ることのハードルは下がっていますが、バックアップはきちんと撮ってますか？撮ってますか？撮ってますか？ああ、最近撮ってないなぁ。バックアップって思いながら今見てます。写真は熟成させた方が美味しいので、ハードディスクなり、プリントなりで、ぜひ、ぜひ、バックアップおすすめです。ということで、ありがとうございます。そう、最近、はい、そういえばバックアップ撮ってないわっていうことに今気づかされました。もう最近撮ってないですけど、実はですね、この番組の開始20分前かな、うん、?20 分前なんですけども、うちのポン出しの設定が全部飛んでたっていう。ね、ちょっと焦りましたね。びっくりしちゃった。
はい。ねえ、まあマスクマンがいないからね。まあ、マスクマンがいないから、まあ、そんなに使わないかもしれないけどね。一応でできるようにはなりました、ね。はい、意味もなく殴らないで。はい。はい。ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ツイキャスですけれども、おがちからもちさんこんばんは。青森からツイキャス見てます。こんばんは。ひろっちさん、こんばんは。あ、おがちからもちさん。今日は王子がいないからすごい暑いですね、王子。あ、早く戻ってきて。あ、エコーが出てきた。じゃあ行きましょうか。エコーちょっと待ってくださいね。はい。はい、早く戻ってきてくれ。これ何ですか？わかんない。で、ごめん。でも残念ながら心がこもってないかも。はい、まあでもいなけりゃいないで寂しいもんですよね。はい、はい、ひろっちさん、僕は鉄道好きの乗り鉄、撮り鉄なんですが、撮り鉄の時は電車を撮るだけに買ったちょっとお高めの一眼レフカメラで撮ってますということで、ね、いいですね。そう、撮り鉄ですよ、はい、撮り鉄ですね。ね、でも確かに駅とかでこう見るとすごいいいカメラですよね、うん、その電車撮ってる望遠のもありますよ ね、 ね、はい、うん、すごい。あ、ね、シュプリームさん、こんばんは。こんばんは。今夜はお二人なんですね。そうなんです。はい、お二人です。はい。おがちからもちさん、自分が赤ちゃんの頃の写真、昨年見ました。赤ちゃんの頃から僕は太っていました。あ、そうなんですか？ほう、でもいいですよね。赤ちゃんコロコロしてる方が可愛いと思うんだけど。うん、そうですね。っていう、おがちからもちさんの今の感じを私あまり知ら、ご存じないって感じ。見てないので、ね。存じてないんですが。はい、ご存じ上げて。はい、はい、ありがとうございます。読んだ方がいい、読みましょう。あ、じゃあお願いします、はいはい。泉さんの特急サザンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。数年前から自撮りをして SNS などにアップしています。でもその自撮りはすべてサングラスをしての自撮りです。サングラスを外して素顔で自撮りをして SNS などにアップすると、友達申請がなぜか東南アジアの人から申請が多くます。僕の写真写りは東南アジア系に見えるみたいです。しばらく素顔の自撮りはできません。じゃあまたや。いやー、私、うん、存じ上げてますけど、その通りです。あー、うん、そうか、そう言われると、うん、その通りだと思います。やっぱりああいうのって、その、うん、なんとなくこう同じ人種だなって思ってフォローとかするんですもんですかね。なんかあれじゃないですか、あの、どうして思ってるの？どうして思ってるの？ね、友達になれそうとか思うのかな？思うんじゃないでしょうかね。へー、そうか。はい。そうですね。私、シャザンさんの、うん、SNS 見ますけど、うん、うん、サングラス、マスク、まあ今ね、このご時世ですから、うん、マスク結構多いですよね。うん、あの、うん、まだ電車だからいいですけどね。夜に、うん、街路灯もないようなところで、ああいう状況だったら、ちょっと危ない感じがします。はい、ね。はい。でも、あ、電車の中でサングラスってどうなんですか、やっぱり。してるかな見ないですけど。あんまり見ないですけど、ね。暗くないかなと思っただけです。あ、いいのかな、高級なサングラスはそうでもないのかな。あ、そうなんですね。ちょっとどういうサングラスなんでしょうか。ということで、はい、ツイキャス来てまして、シュプリームシュプリームさん、はい、沖縄では朝日や夕日の写真を撮るのですが、23時から FEC 芸人の番組をスタジオで見学して朝日を撮影するので車内泊が増えました。お気に入りは知念岬と浜比嘉島の朝日です。そうなんですね、南の方線になりますね。あ、すごい、スタジオ見学って、あの23時からの、はいで、はい、23時から番組を FEC 中のですか。そう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 、はい、でその後だから、そっか、うん、そっか、そんで車内泊して、はい、で朝日、ああなるほどね。ああ、車内泊なんかどっかで聞いたことありますけどね。ああ、ね、あの FM ギナのよくいらっしゃった方がいましたけどね。はい、最近お元気でしょうか。お元気だから、ね、最近見ないですけどね。ねえ、このご時世だからなかなかね、はい、難しいですよね。そうですね。ね。ではもう一つ言ってもいいですか？はい。はい、ラジオネーム、愛媛のしんちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。
テーマ写真ですが、スマートフォンの写真が全く整理できてなくて容量がギリギリです。ほとんどが食べ物の写真なんですが、中でも沖縄で撮った写真を見ると懐かしくなります。那覇空港で食べた沖縄そばや A&W のルートビア、深夜に食べに行ったステーキ、瀬長島で食べたパンケーキ、那覇空港を出発する前に最後に食べたソフトクリームなど、普通に沖縄に行けてた頃が懐かしいです。ダンサーズさんや味噌煮込みスキーさんもスマホの中沖縄の写真でいっぱいになっていませんか、ということで。ありますね、沖縄の写真でいっぱいですよ。確かにありますね。そう、そう、最近ね、そう、写真をね、沖縄に行けないから沖縄の写真やっぱり見ます見ます。ね、まさかこんなに長い間行けなくなるなんて自分も思ってなかったですし、はい、ねえ、本当に全然行ってないですからね。ねえ、そうなんですよ。どうなったんかなと。どうなったんかなと。で、今ほらみんなね、はい、こう沖縄県の人がこう何旅行で沖縄の海の写真とかをアップしてくるじゃないですか、 SNS で、はい、なんかそれを見て癒されてるみたいな自分がいますね。そうなんですね、というところで、はい、はい、では CM ですね。はい、はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。今日は写真についてですけれども、はい、じゃあよろしくお願いします。そうですね、この、まあ、名古屋愛知県でですね、写真を、はい、まあ写真もそうですけど、インスタ映え的なところというと、まあ、思ったところが明治村。ああ、なるほどね。愛知県犬山市にあるんですけども、うん、明治村かなと思いました。うん、朝のね、朝の NHK のドラマとかのも。朝ドラのエールですか？そうそう、エール、はい、そうそう、の、はい、実は教会のシーンって、あれ、はい、明治村、うん、そうそう、福島の方もあるんですけど、うん、実はもうワンシーン違う教会で、明治村の教会が、その使われてたんですよ。結構ね、明治村使われてるんですよ。そう、ドラマのね、うんうん、その結構画面で、うん、あれ意外に使われてるっていう時ありますよね。うん、だと有名なのが名古屋市役所。うん、ああ、そうそう、名古屋市役所、ね。名古屋市役所もドラマで使われて、確かあれ今
今のシリーズは分かるんですけど、半沢直樹も？え、市役所？なんかってこと？うん、半沢直樹も使われてたっていう話を聞きましたけどね。中の階段かな。階段のところとかが使われてたっていうことも聞きますし。結構ね、うん、そう、明治村はそうなんです。写真映えするの多くて、うん、で、普通にね、こう遊びに行って写真撮っても本当にタイムスリップした気分になりますよね。うん、そうですね。まあ、そのね、まあ、撮影に使われたりっていうところもあって、うん、で、まあ、そういったところもね、一度まあ、電車でも行けますし、うん、まあ、ぜひこちらの方お越しの際はね、行ってみたらどうかなと、いうふうに思います。うん、であと、まあ、そうですね、面白いところというと、まあ、まあ、このあたりだと写真で面白いってのは名古屋城ですかね。名古屋城、いかにもだけどね。うん、いかにもなんですけども、うん、あれ何でしたっけ、戦国武将たちがいる。あ、おもてなし武将隊、うん、おもてなし武将隊とですね、記念撮影をして、うん、それなりにポーズしてくれますんで、それも面白いかもしれないですよね。あとね、はい、もう一つその名古屋城で思い出したんですけれど、はい、名古屋で四季道っていうの分かります？うん、はい、ね、分かります、はい、あそこなんかすごくその屋根神様って言って、ほら、うん、屋根に神様が祀ってあったりとか、はい、ちょっとまたレトロな雰囲気というか、ちょっとタイムスリップした感じになるんで、うん、写真写りとってもいいかなって思いますね。ああ、そうですね、うん、まあ、そういうところもですね、ね、探してみればいろいろそういう写真のスポットってあるもんですよね。はい、ありますね。ね、はい、まあ、なかなかちょっと今のこの時期難しいかもしれないですけど、なかなかね、県外からっていうのは、来てくださいとはなかなか言いづらいですけれどね。はい、また落ち着いて、ね、また落ち着いたらゆっくりこう、はい、明治村もね、はい、じっくりね、本当1日かかりますよね、うん、いや1日足りないかもしれない、足りないなと思いますね。でも本当にあれだけの、はい、その建造物を集めてあるところってなかなかないと思うのでね、うん、ぜひぜひね、はい、愛知県犬山でしたっけ、はい、ね、足を運んでいただけたらと思います。はい、名古屋栄養のコーナーでした、はい。はい、ツイキャスで尾形力持さんが身長167ぐらいで体重が83キロぐらいですって体重ちゃんと書いてくださいました。そうなんですね。ね、あら、あら、あらって何？あら、ふよかなんですね。ね、シュプリームさんがね、最近、はい、沖縄市に自らギャラリーをオープンした力山猫さんのおっぱい展を見に行きたいですっていう。うん、ああ、なんかね、これ、SNS でもすごい話題になってましたね。ね、ちょうどオリジナル T シャツがすごい気になってます。なんかあれですよね。おっぱいの模様なんだけど、なんかおしゃれなんですよ。なんか筆で書いてある。うん、なんかね、はい、おしゃれだなって思って。はい。ね、今ね、買いにも行けないしね、なかなか。うん。はい。沖縄にゃんちゅるさん。岡崎の八丁味噌角球の蔵も写真映えいいですよねって。あ、あ、そう、岡崎ね。はいはい、あそこの、なんていうの、うん、味噌の樽の。樽、うん、です。ね、あそこのあたりの建物もね。なんかあれもですね、うん、光の加減とかで見ると、すごい幻想的な感じにもなるんじゃないですか ね。なんかね、何かでテレビやっぱり使われた気がするな、あの辺の街並みも。あー、そうですね。ね、ということで、はい、あ、はい。では、メールお願いします。はい。はい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん。はい。今日は、はい。いません。ドロップアウトしました。こんばんは。リスナーのハートを逮捕する銭形警部です。ありがとうございます。急な小屋を聞かない者は逮捕だ。はい、ありがとうございます。今週のテーマ写真といえば、もともと見てくれが悪い私は、写真に写ると不愛想で怒ってるように見えて、特に高校生の頃は担任の男性から、男性教諭から、うん、お前は怒っているように見えるから
みんなで一緒に写真を写る時くらい笑えと無理に作り笑いをして写った若い思い出がありました。ダンサーズさん、ミルソニコミスキーさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。またメールにて参加します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私でもジェニガタさんね、笑ってるイメージなんだけど、笑ってるか酔っ払ってるかかな。うん、お会いした時は結構にっこりしてるところ多いですよ、私が見ると。笑ってて、で酔っ払ってて、でなんかちょっと半泣きっぽいところ、ちょっと半泣きしてる感じのところですね。ああ、そう、なんか怒ってるっていうのは僕はあんまり感じなかったですけど、ないけどな、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、メール来てるんですけど、はい、ラジオネームがないんですけれど、はい、多分ぴょんぴょんさんです。はい、ありがとうございます。今年は浴衣を着る機会がなかったので、くもじ引き出版記念祝賀会、はい、インクラブぼったくりで浴衣で参加しました。その時の写真ですということで、写真が添付されてるんですけど内緒。はい、でも本当浴衣で綺麗に ね、いいですね。ね、すごいですね。もうその気合いにちょっと感動しちゃった。はい。はい。で、あと、メール。はい、お願いします。お三方、こんばんは。フルムーン新一です。テーマ、写真。というより、はい、カメラの話題で失礼いたします。あ、いいですよ。いや、全然ね。何年か前に、義理の父から譲り受けた古い一眼レフカメラがありますが、いつか撮影したいと思いながらずっとそのままになっています。コンディションが良くないので、修理や調整の必要があるでしょうが、どうしたら良いか悩んでいます。ダンサーさん、そのあたり詳しいでしょうか。いや、カメラ全然詳しくないんで。あ、でも写真添付されてないですか。全然詳しくないんですけども。ちょっと白黒ですけれど、すごい。うん。わあ、これはね、見る人が見たらすごい羨ましいぐらい素敵なカメラじゃないですか。そうですね、これは。添付もされて。かなり。うん、うん、有名。これペンタックスの、アサヒペンタックスですからね。うん、これはかなり貴重だと思います。いや、この手の感じのところっていうのは、ありますよ。うん、オーバーホールしてくれるような、カメラ屋さんありますんで、うん、もうちょっとね、あるっていうことだけしか覚えてなくて、どこっていうのがちょっと言えなくて申し訳ないです。名古屋だったらわかるですけどね。うん、あの辺に行けばなんとかなるんじゃないかなっていうところはあります。沖縄はちょっと私わかんないけど。うん、なんとかなりそうっていうのはあります。ね、きっと、詳しい人はわかりますよね。はい。はい、ありがとうございました。ということで、ではエンディングです。エンディングです。来週のテーマは銀、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 シルバーです。銀、シルバー。まあ、シルバーといってもね、はい、シルバーウィークのシルバーでもいいですし、はい、お年寄りっていう意味のシルバーでもいいですし、はい、銀ですので、銀ですので、金属の銀の話でもいいですし、何でも、はい、金さん銀さんでもいいです。あ、いいですね。はい、はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、真っ赤なメルセデスさん、ザカバース絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名古屋中川名木、以上各社の提供で名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたしました。今週もお聞きくださいましてありがとうございました。はい、はい、小川ちからもしさん、うん、生の、うん、見てみたいよね、ダンサーさん。何言ってんの？何言ってんの？何言ってるんでしょうか。はい。で、あと、はい、シュプリム、シュプリムさん、懐かしい、アサヒペンタックス、コンタックス。あー、懐かしいですね。はい。はい、閉店ガラガラです。閉店ガラガラです。はい、ありがとうございました。ダンサーミスさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、また来週もお願いします。来週は3人揃うかな。ありがとうございます。